はい、どうもチューバーチャンネル TV 神谷です。神谷ライブ、略して神ライブ、 WRC7 続きやっていきたいと思います。さあ、前回チュートリアルが終わりまして、さあ今回からソロマルチプレイヤーチャレンジオンライン記録ランキング、さあできるようになりましたので、こちらソロモードやっていきましょう。クイックゲーム、キャリア、おお、さあメインメニューがいろいろある。どれがいいんだ。クイックゲームモードではマシンを自由に選択し、好きなラリーの好きなステージでレースできる。おお、じゃあキャリアモードいきましょうかね。 WRC7 のキャリアモードへようこそ。ここではラリー選手のエキサイティングな生活を体験できる。成績次第でチームの契約オファーが舞い込む。ラリーで優勝してより高いカテゴリーへ進み、 WRC ワールドチャンピオンを狙え。新規キャリア、ランクを上り詰め、ワールドラリーチャンピオンシップに出場する。よりパワフル、派手に、アグレッシブになった2017年度の新マシンを運転できます。まさかの英語。さあ国を選択、ワールド。おお、こだわらなくていい。ジャパンですかね。まあ一応。アマですね。難易度。無理しちゃいけない。イージー。いくつかのチームが才能を秘めた新人を探していて、あなたを試してみたいと言っています。以下が彼らの提示している契約です。チームの方向性を考慮し、あなたのドライビングスタイルと相性のいいチームを検討してください。これはメンバーの士気や働きぶりにも影響します。さあまずはフォード。マシンの損傷を試みずに最速を目指してください。こちらもフォードか。いやー、これでしょ。もうバリバリ壊すんでね、マシン損傷しても大丈夫ですよ的な感じで最速を目指してくれと。まあ、これっすよ。本当にこの契約を結びますか。結びますよ。 WRC7 へようこそ。なんか名前がちゃうな、これ。キャリアモードではあなたに送られてくるさまざまなメッセージに注意してください。中にはあなたのキャリア進行を早めてくれるものもあります。おー、カレンダー、そしてチームの状況と士気をチェックできるランキング。おお、セッティングはまだできないと。いっちゃっていいんじゃないかな。次のラリーへ。はい。
ここはモーターホーム、君のガレージでもあり、チームのホームでもある。ここではマシンの修理やセッティングの変更が可能だ。その他チームの情報や現在のランキングを確認したり、カレンダーを見て予定された次のステージラリーに進むことができる。まだ初めてなんでランキングも何もないですよね。まあ普通よりちょい高めぐらい。さあデイ1 SS1、 メディア全然わからん。とりあえず今のところ現状これでよしかな。修理セッティングは何もないからできない。まあとりあえず行きますかね。はい、1万のコーナーのラリー、なんじゃそりゃ。ラボルタバレーディロスティノツドボコルセ、確か。
全然ドリフトが続かない。足回りが相当やられてる。ショートダッシュ。WRC エントリー数11の中の7、うん、あらその類に入りそうだな。ひどいじゃないですか、これ。全然よしじゃないよ。まあ、しょうがない、戦いを
少々40。高所、インテル、
車体がボロボロです。エントリー数11で11、ひどいですね。マシンの整備はラリーレースの大事な要素だ。マシンの修理に使える時間は限られているから、どの損傷を修理するべきかよく考える必要がある。なるほど。部分的な修理も可能だ。これも時間を管理する上で便利な選択肢だ。修理メニュー、このメニューではチームの行うマシンの修理工程を決められます。修理メニュー WRC のルールではチームはマシンの修理作業を1日に45分間まで行うことができます。45分を超過するとラリータイムにペナルティが課されます。いずれの場合も60分以上の修理は許されませんということですね。修理のレベルは5段階から選択できます。高いレベルほど所要時間が長くなります。またオートマチックを選択できます。その場合はマシンの重要な部位から優先的に修理しますと。おー、あんだけぶっ壊してたのにボディがすごい損傷してますね。この修理内容を確定しますか？後から変更はできません。はい、さあ、Day2、SS3、SS4。 おお。次の日へ進む準備は整っていますか？いやー、整っていなくてもやるっきゃないですよ。マシンがだいぶボロボロですが、幸いボディだけ。Thank you.
ントリー数11で5位になりました。気をつけないとライトが持っていかれる。全然視界がわからなくなってしまうと。スペシャルステージ、
チスクエアであり、バイバイサンチャン。バンド左のリード、ミントゥー、ライトのミントゥー、左サイド、ショーショー。ミントゥー、ミントゥー、ショーショー、ドントカットカット。今回も満身創痍で帰ってまいりました。ラリーの総合ランキング6位、さあとりあえず修理できるところ、やっぱりボディ、ボディはやられちゃってる。はい、さあ今回はキリがいいのでここまで、次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミヤンでした。バイバイ。